ゆうた、ゆうま、ひゅうが、野球部のギャグ担当、焦げた肉食う担当、ヤマト、こんばんはです。今日は何？今日は一人焼肉。皆さん、一人焼肉というのはご存知でしょうか？まあ知って、なんか一時期流行んなかった。流行ったね。なんか一人お寿司とか一人焼肉とか流行ったんですけど、あれってやっぱ焼肉ってみんなで食べると楽しいものなのに、一人で行く勇気がある人もいるよっていう話。まあそうだよ、なんか一人で自分のペースで自分のフィールドを作って焼くのが楽しいっていう人いるって聞いたね。まあ今日はね、そんな一人焼肉っていうのをこれ題材にした企画。はい。ということで本日の企画、最速タイムをぶちかませ一人焼肉。僕たちの大人気企画ですね、はい、これ最速で食えっていう企画が始まりなんですけど、まあ、前回あれサイゼリアのミラノフードリアでやったんですけど、あれが盛り上がった。いやあれ楽しかった。普通にこれルールなんですけれども、お肉1人前食べてくれば OK です。米は別に。おお、本当に？来たー。罰ゲームなんですけども、これもちろんおごりね。あーやばい。そう、ビリが全員分おごるって感じ。なるほど。ご飯食べてきちゃったよみたいな。まあ軽く。いたよ。あ、麦君行きの車で寿司とおでん食ってた。その来る前に麻婆茄子食っちゃいました。だいぶ食ってる。めっちゃ食うんだよ。まあ下馬評で言うとヒューガーが早い。バカ早いよ。なんなんあなたのあの飲み込み力みたいなの。やってんの昔から。チャンネル登録1000人とかの時からたこ焼き飲み込んだりしてるからね。確かに懐かしい、ね。まあ俺今日は自信あんだよ。なんでだよ。最近 TikTok の伸びが良くて、で胃袋の調子も良くなっちゃったってこと、うん、ゆうた君インスタのフォロワーが10万人突破、おめでとうございます。マジ？いや、上手よ。おめでとうございます。予測でやんな。今撮影日は 9.7 ぐらいですから、ね、そう、超えてる可能性が高いから。そう、ゆうた君インスタグラムのフォロワー10万人、これおめでとうございます。僕なんてまだ7万8000人ですからね。いやもうそろそろダブルスコアつきますよ。そうですね。やばいんじゃない？もうもうやばいですね。この流れはいただきます。僕のピー、僕がいった。僕のインスタフォローお願いします。ずりんだよ。まあ俺ももうちょっと10万いくから。あれ言ってんじゃん。言ってんのかな。言ってんのかな。一応俺バージョンももらっていいから。現在 8.6 万人ぐらい。じゃあ1万4000人増えてる可能性があるってこと。いやあるよ、だってコラボウィークやってる。そうですよね。ということで僕のインスタグラムフォロワー10万人突破しました。さすが。ありがとうございます。さすがですよ。当然の結果ね、これ、うん、まあそうだよ、だ TikTok あんだけ一人で頑張ってんだから、うん、ガンガンリニューできるわけや。そうそうそう。リニュー人埼玉で食って、食食柔らかい食べ物の話してましたね。天才だね、ほんとに。ということでね、まあ皆さんインスタグラムのフォローとかツイッターのフォローぜひよろしくお願いします。それではやっていきましょう。まずは順番決めね。いこう。まあナチュラルなやつが行くべきなんじゃないですか。一番手デフォタが行った方がいいんじゃない。デフォタが行った方がいいわ。デフォタどんぐらい来るかな。あ、行ってこい。デフォタ行け。行くぞデフォタ。位置についてよーい、ドン。おー、ゆうたが行った。よっしゃ、やばい、手こずってる。はい、ありがとうございます。ないかもしれない。はい、あ、注文紙かよ。とりあえずこれでいきます。特上しようか。俺の位置すげえ楽なんだよね。なんかデフォルト作るみたいな感じでさ、今回多分焼肉で一番早いのがタンじゃん。タンを一皿頼んで食べ終わっていけばいいだけだから、俺の位置超楽なのよ。余裕。前回1位でしょ。オムギリッサーが前に来たよ。おい、おはようございます。ねえ、くさ、お前ら、お前腐ってよ。お前こいつ腐ってんだから。おないか。ないか。おないか MC。 誰 MC ですか。ないか。言ってんだろお前。誰 MC ですかじゃねえ。え、あーちゃん今インスタフォロー何万人いったんですか。僕現在 5.6 万人です。あー、じゃあ予想しよう。あ、じゃあ僕多分6万人じゃん。いやいや、でもね、えぐいことだけどね。6万人だぜ。バカすごいぞ。普通の YouTuber そんなにいないよ、うん、でも俺らぐらいの人たち。そう、あっちゃんが少ないみたいになってんな。おかしい話。それね、ゆうたとかヤマトのせい。そうですね。俺らが少ないって言われてるのはこいつなんですよ。でもボンがやっぱり追い上げがすごい。で今3ぐらい。あいつ影響力持ってるね、やばい。や、持ってる。でもなんか俺らがやった時にさ、反逆ののし上げるの簡単だから。簡単。しかもみんな知ってる人だしね、コメント。そうそう、ボンフローしてるし。は？いや、ボンフローしてる人はって言ったら。今なんつったの？ボンフローしてる。ボンファーチャーチャー。いや、言って。ヒロしねえだろ、ボンは何も。フィロソフィーって聞こえてた。いやあ、どう喋りやがっててめえがよ、なんなんだよお前。めっちゃクールさんになってるよ、お前。内科さんから。え、誰クールですか。誰がクールさんはクールさんなの。さっきの誰か MC だったらまだいいけど、誰 MC ってなったら。
え、チャクラってこと？チャクラ関係ないでしょ。チャクラできるんじゃないかって思ってこうやって頑張って小学校の頃ニンニンしてたでしょ。やったねー。で、カメハメハと一緒で、ね、え、何人よ、カメハメ。ラセンガンとかも一回やってみたいな。多分こうこうやってみんなで、そう、風船やって、だって、だってあそこポケモンもさ、探したことあるでしょ。それはない。え、ない。え、ないえ、それはない。それはない。その辺にラッタとかいないから、ね、いや、お前マジキモいね、お前お前だけだよ、多分それ今全世界で。嘘だよ、全然。いや、お前だけポケモン探してたのは俺はあれだね、あのコビーに憧れて樽の中に隠れたこと。お前まあそれはできることだからね、一応。お前ないこと、ありえないことだ。ありえないことだよ、お前は。ヤマトは憧れで、もともと漫画って知ってた後やっちゃってるだけだから。他なんかやってたことある、ちっちゃい頃アニメ。ポケモントレーナーみたいなさ、タッチペンでクルクルやって捕まえるソフトあって。ああ、ポケモンレンジャー。あ、ポケモンレンジャー、あれ見た後、女の子にこうやってやってて捕まえようと。それは捕まえれるって確信のもとやってたもん。ワンチャンあると思う。ああ、じゃあまずい、結構あっちゃんぐらいまずいやろ。来週すればいい。どうレベルだね、お前ら。え、あっちゃん、ポケモンガチ、これポケモンガチで探したことある。ほんとちっちゃい頃。え、いくつの時？もうだから4歳とか。ちょ、4歳でポケモンそんな。いやいや、3歳4歳でポケモンにそんな詳しいか。お前パチこいてんだ。お前パチ、はい、嘘つき。お前パチ切り、パチ、パチ切り、嘘、パチ、パチるってこと？パチる関係ないでしょ。あそこのフエンタウンのちょっと上のとこのなんか火山灰が降ったあそこの草むらに出てこないでしょ。鬼ドリルってこと？鬼ドリルめちゃめちゃ関係ないでしょ。いや結構関係あったけどね、ポケモンの話はしてたわけだから。度外視だったっぽいね。めちゃめちゃ関係ないでしょ。肉の方、牛醤をミニに塗ってからお召し上がりください。はい、牛醤塩タンでございます。今ですね、まあ6分ぐらいは経過しましたね。おー、まあ、あなた生で食べるでしょ。まあちょっとは焼くよ、なんか炙りぐらいだよ。うん、今日の店は無理。まあそうだね、ここではできないです。チェーン店とかじゃなくていいお肉、すごい高いところは生で食べちゃう。そう、焼かないで食べちゃう。それで、まあだから今来たとかかもね、ワンちゃん。高級な女には生で入れちゃうってことですか？それヤマトやってることや、いつも。うん、いつも俺ら話してるよね。うん、編集者カットしないよね。えぐい、えぐい。じゃあヤマト挽回しないよ。違います。うん、ヤマト違うよな。弱いじゃん、もう。絶対弱いじゃん、今の。母ちゃん見てるからね。いや、これほんとすごいね、俺は母ちゃん見てる。えぐいことだよ、この下ネタで。下ネタで、有名な人たちはさ、下ネタ言っても、まあまあまあ、1年に1回とかしか会わないんだったら、まあそうだね、忘れるでしょ。ダイレクトで見てる時とかあるのよ。うん、まあそうだね。普通に、ただいまーってやったら、この話をしてる状況のお母さんの子を見てるとかがあるから。俺の母ちゃん、基本爆笑してるけど、俺の母さんもらってるけど。まあ、温かいですよね。うん、温かい母親ばっかりだ。いや、お母さん。いや、僕が家を出る前ぐらいから多分見てた。あ、ほんと？うん、で寂しくなっちゃったのかもね、少し。やっぱ息子が親離れしていく感じが。え、でも離れた途端バッキュー、どうする？見たらそれ、そういうのばっかしてるね。君にしまーす。やばくない？君にしろー、君にしまーす。伝説だよね、これね。マジやばい。あれマジやばい。しかも女の子がいる現場とかでもなんか男5人で君に命令、君に宣言。しみて2020年国命令、国宣言出てますから。命令して宣言まですごい上がったっすから。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、待って、バン、おお、このタイムね、14分3秒。おー、早いんちゃう？まあ波だね。まあ焼肉行ったとしては早いよ。うん、え、でもミラノブードリアの時と同じぐらいのタイムや。あ、マジそうやん。うん、デフォの作り方が良かった。うん、まあこれが早いか遅いかまだ分かんないから、うん、じゃあそれ俺決めようか。そうだね、これが早いか遅いか、うん、どうなのか。はい、じゃあ次僕行こうかな。はい、え、マジうまい。ほんとやばい、超うまい。で、ひろくんのタイムいきます。維持、うん、についてよーい、ドンっていったらスタートね。まあ誰しね。はい、ドンっていったらスタートね。ヒューがマジ何マジ何お前。よーい、ドン。注文いきます。はい、牛肉の一番焼けるの配列って何ですかね。じゃあ牛肉の牛タン1人前で。はい、ラムネ食べちゃおう。来いよユーマ、前前回のレベンジャー渡せユーマ。これこっちるんだ、ヒューガくんのあのね、おにぎりって。なんでですか、なんでですか、なんでですか。ユーマの脳内マックシェイクできた。噛んだからダメだな。どうなってんの。
ユーマ最近俺とユータ心配してんだよ。今日も2人になった時に話したんだけどさ、ユーマのキャラが最近ちょっと迷っちゃってるよって。確かにね。低迷、低迷、低迷、低迷。ジンクス、もう喋んな本当に。2人ともお前が言っていいことじゃないからね、ジンクスって。今の場合お前関与してないよ、今のジンクスに。じゃあ喋っていいのか。うん。いやけどダメだろ、言われたんだ。俺も喋っちゃダメってこと。そうだよ。じゃあ3人交換なしに用意。喋ったかどうかわからん。パス。ごちそうさまでした。美味しかったです。おい、はいや、おー、ストップ。こっち早い。日焼けのタイム9分6秒。マジ早い。なんですごい奥まで入ってる。まあ頑張りました。いやガチ早い。まあちょっと焼いたぐらいで食った。何食った？牛タン。何が一番早く焼けますかって聞いたら、タンですかねって言った。あ、じゃあそれお願いします。いや俺このタイム越せる自信ある。じゃあ行こうか。よーいドン。牛タン。牛タンお願いします、はい、ということで、僕なんですけど、チキモなんですよね。肉の焼き加減がわからないと、とりあえずね、焦げ目つくまで食べれないんで、ね、バカうまくね。バカうまいよね。びっくりしたんだよ。マジびっくりした。ほんと美味しかった。来ました。焼きます。ちょっとガチこれヒューガに勝ちて、これがね、これが焼けてんのかわかんないんだよね。はい、いくわ。いただきます。おいしい。すいません、少なくて申し訳ないです。今度またゆっくり食べに行きます。ありがとうございます。来た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 。よっしゃ、めっちゃ早いだろ俺。いきます、ヤマト君のタイム、はい、10分16秒。微妙。いや早い、良い。マジ？何食べた？牛タン。ちなんか俺デフォのために行ったんだけど。何お前、前は。あ、おごり回避。これ言うと今おごりの声を。やば。次にもあっちゃんと言うのはちょっとラストオーダー時間ないんで。そう、それを踏まえてちょっと俺やべえなと思って、生ヤンガギ。生で食ったの。生ヤンガギ。生焼きで食べたの。じゃああっちゃんと言うのは同時で行ってもらう。そうだね。行くよ。はい。よーい。よっしゃ、行くぞ。よしよしよし、あらかよしよし。すいません、あ、どうぞ。すいません、失礼します。ありがとうございます。すいません、失礼します。よし、目標単位1、2、2、あとカルビ。カルビ、チャレ1、塩1。は、食いつけだろ。で、いらねえだろ。キムチ3。3はやばいね。ビール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 。無理。いいっすね、この連携プレー。これ言うたらおごりのお子だね。お前ら汚いけどな。俺にデフォー作らせといて。それは生ビールでございます。はい、ありがとうございます。素敵でございます。あー、うますぎてお話にならない。あー、うますぎる。うますぎた原爆、うますぎた原爆背負い。入場しました。はい、ありがとうございます。やめすぎます。お会計あなたにお任せます。お金じゃない。うわ、うまっ。やべえ、あの胃がいなくなる。ごちそうさまでした。多すぎ、多すぎです。先にもグルズいい。
待ってやっちゃお会計頼みます。お金ないです。ああお財布置いてってくれました。あ、本気りくんのね、好感度が今上がったっていうことで、この辺で一回動画切っていこうけど、これ裏事情を言うと、これバッテリーがもうないから、ここで一回切ります。あっちの画角でみんなまた会いましょう。どこが、おお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 っさおっさ17分4秒、おっさユーモ、いやユーモが負けるのありえない、いらないもの頼みすぎた。あっちゃんのユーマ、お前が遅かったもん。じゃあユーマ何やってる。あの2人席だったからキムチとか届いちゃって、僕は食べたい分だけ食べて帰ってきました。ほめっちゃずるいやん。もうめっちゃずるくないで、あいつがおごりってこと。めっちゃせこいやんお前。コソ泥猫になってやん。えマジずるくねお前。いいのそれ。じゃあユーマがライス2人前頼んで両方僕のですみたいな。じゃあしょうがない。両方僕のってあいつが言ったんならしょうがないよ。じゃあまあ順位だけ発表しますか。あそうね。1位ユーマ、ありがとうございます。10本切らせていただきました。素晴らしい。2位ヤマト、ヤマトも早かったね、うん、3位デフォタ、まあデフォ作ったね。まあデフォタが3位だよね、うん、マジそうだね、すごい。4位アムギリ、これはまだわかんないっすけどね、うん、一応話し合いだね。 あっちゃん嘘ついてるかもしれないからね。マジ一応あいつがビリだから見に行こうが、うん、いるね。お前ガチ何やってんの。お前マジ何やってんの。撮ってないんだけどビール飲んだし。お前ガチ何やってんの。最高だな。ちょお前カメラオフエグ。お前カメラオフエグいっしょ。めちゃめちゃ食ってるやん。みんなもう間に合わないんで食ってから食って急ぎましょう。え、ゆうまのおごり、俺のおごりだ。控えめ。